優勝戦2号艇の茅原優希選手です。よろしくお願いします。お願いします。序盤はプロペラ触らないで来ました。はい。でそれちょっとこう手を加えたわけですけども、はい、どんな感じに今仕上がって、まあ、回り足がいい感じで、まあ、伸びもまあ普通より、まあ、普通かな、うん、その辺ですね。なるほど。と中堅上位あるいは上位どうでしょうか。まあ、トータルで見たら中堅上位なのかなと気はしますね。うん、なるほど、はいはい。自分の乗り心地操縦性はいかがですか。その辺は、まあ、潮が高いんでちょっと何とも言えない部分あるんですけど、一人で乗ってる体感としては悪くない感じですかね。そうですか。はい。スタート間降雪、まあ、あのゼロ台ね、はい、ありました、タッチがありました、はい、どうですか。まあ、今日あの準優のあれはもうちょっとよく分かってなかったんで、うん、あの進入が失敗してたんであれですけど、それ以外はしっかり感と合ってます。はい。そうですか。はい。最終日優勝戦の日はそうするともう微調整で、あとレース集中。そうですね、うん、まあ、ちょっと明日の気候がまだどうなるか分かんないんで、気温が下がったりとか、だからその辺はちょっとあれですけど、まあ、でもこれをベースに、うん、はい、せっかくなので行ってみたいと思います。はい。地元の水面です。ファンの皆様に一言お願いします。はい。明日も一生懸命走ります。応援よろしくお願いします。